さあ、このままお姉さんの元までゆっくりゆっくり戻っていきたいと思いますよ。そして最後はお姉さんと息を合わせてプラセント運び大成功です。さあ、イルカたちの細長い口先、長さが種類によって違うのも見どころなんですが、今度は尾びれを動かして皆さんに元気いっぱいなご挨拶していきましょう。Thank you.